こんにちは、は、投資家村松です。本日は先週の予想と取引結果こちらをご紹介していきたいと思いますまずは4月13日から17日までの予想はこのように組み立てましたただまあセオリー通りに、えー、アゲインする箇所っていうのはまあ勝率が低い場所で、えー、アゲインをしてそれ以外の場所ではまあサインエントリーを基軸として またです、ね、強かったような、えー、アゲインの箇所があったのでその時間帯に関しては、えー、トータルの勝率が、ね、68%とか 64%60% を超えてきたとしてもサインエントリーよりもアゲインが強いということでアゲインを優先して考えております。 でまあ、またこちら結構特徴的なのがお分かりいただけるかと思うんですけどドル円とポンド王子に関しては、えー、かなりエントリー数の方を増やしております。 ただ、ポンド王子の一か所だけ24時から3時でまあ原因はしなかったんですけどまあここはまあどのように考えていたかって言ったらまあ原因の勝率は全く悪くないんですがまあサインでの勝率も高くてまあ比較的えサインでだけでも81%ぐらいかなり勝率は高いのでまあここで緑にしてサインプラスあげん引というのはちょっとリスクが大きいかなっていう風に思ったのでまあ迷った時にはエントリーしないっていうまあ私のルールで。 えー、ここはあえて外しております、まあ、なので今週に関してはまあかなりドル円とポンド王子、まあ、勝率80%を超えてきてますので、まあ、この2通貨に注目して予想を組み立てたという感じになっておりますそれではこちらが結果となります、えー、比較的、ね、サインでのエントリーと、えー、勝率が高かったのかなと思いますただまあ上げイン狙いで今週もね結構外してしまってはいます あとはまあドル円で結構狙ってたんですけどあまりエントリー数がなかったということと,、まあ、えと自分の中で自信を持ってた時間帯9時から24時の勝率というのがあまり振るわなかったとっいうような結果ですね、まあ、なのでまあ今週に関してはまあ予想の組み立て自体はかなり完璧だったかなとは思いましたけど、まあまりにもちょっと勝率の方はあまり高くはなっていません それではいいいて詳細の方に移りたいと思いますおすすめ8通貨のみで言えば108,066勝勝率言えば61%カンニングシートありで言えば28,019勝勝率は67%とプラス6%勝率アップすることができております。 ただまあ70%には届かなかったわけではありますけど一応予想の方は自分がエントリーしないポイントするポイントでわからないところでちょっと避けたポイントっていうのも踏まえてもかなり予想の方は綺麗に組み立てられたのかなと自信を持って言えますまあその結果がまあ67%ということなのでまあ全くね間違えたポイントではなかったので後悔の方はしておりません ただまあ次週に生かすということであればもう少しセオリー通りということもね簡単なエントリーもいいんですけどもう少しまあサインプラスアゲインも増やしていったりとかっていうところを念頭にえトレード数の方を増やしていって月間でプラスの方にどのように運べばいいかっていうのをまあ今のうちからちょっと組み立てて計算の方していこうかなというような感じですそれでは続いて要線の予想です ヨ、えーセの方はインセンがあまりエントリー数がなかったので結構増やしたというような感じになっておりますまあサインプラスアゲインも増やしてあとはまあセオリー通りのトレードですまあ勝率が低い時間帯に関しては、まあ、サインでのエントリーサインのみでのエントリーはもちろんやらないわけですまあ70%を超えているところに関してはもうアゲインを捨てて、えー、サインでのエントリーというものをやっております あと、勝率75%の通貨ペアが、えー、おすすめ8通貨中4通貨ペアあります。ユーロージーポンドドル、ポンドージードルカナドルと、勝率75%の通貨ペアなんですけれど、その中身というのは全く違います。まあ、時間帯によってとか、えー、アゲインの勝率だとか、まあ、75%という結果は、ね、同じなんですけど、エントリー数も全然違いますし。 まあそのようにしっかりと特徴を見て同じ75%だから全時間帯でトレードするそれだけをやるようではここまでしっかりとね基礎、えー、面に検証と記録を行う必要はないんですよなのでどの時間帯が強いのか弱いのか、えー、どれだけエントリー数があったっていうのをしっかりと把握することが重要ですそれではこちらが結果となります え結果の方はかなり当たっておりますまあサインだけでももちろんね強かったわけですけれどまあげインも踏まえることによってかなり勝率の方はアップできたのかなとまたサインプラス上げインもしっかりと機能しておりますただまあ私が予想したところに関してはなかなかエントリーが来なかったっていうような感じですもう少しエントリー数は稼げるように結構攻めた予想をしたんですけどまあそこはまあ相場によって来ないっていうこともありますので ただ来なかっただけであって、そこは負けているわけではないので、まあエントリーできなかったと、まあプラスにもマイナスにもなってないので、そこは運がなかったというふうにもう認めるしかないわけです。まあそこは認めて、しっかりと翌週どのようになるか、ただ期待値を追って機械的にトレードの方はしていきましょう。それではこちら詳細です。 おすすめ8通貨のみで言えば100線67勝勝率は67%カンニングシートありで言えば22線18勝勝率はば81%と14%勝率をアップすることができております先ほどのインセンの方ではあまり勝率の方はアップできなかったんですけれど 要線で勝率がここまで高く進化することができておりますので、まあ、カンニングシートによる分析とたとえトレードができなかったとしてもそこは潔く認めて、えー、勝率を高くするということに念頭を置いてトレードをすることによって まいいうのは確実にに右肩上がりになっていきますそこに対して変にロジックを考える必要とかもなくただルール通りに、えー、先週受けとカンニングシートを受け取った時点から今週どのように立ち回るのかっていう予想を一番大事にしていただきたいと思いますそれではその点も踏まえて今週のカンニングシートと私,の私なりの来週の予想こちらを見ていただきたいと思います それでは今週のカンニングシートです。こちらが今週のカンニンニグシートとなります陽線の方がプラス3万円ということなので、まあ、こちら1000円エントリーからなんですけど、えー、3万円とかなり強いかなというような感じですただまあ時間帯によってはまあマイナスがあったりまた、上げ印もね、えー、強い上げ印と弱い上げ印というものもはっきりとわかります。 1>, 1分の1と4分の3例えば3分の2とかだったらどっちの方が強いのかっていうような問題にもなってくるんですけどまあそちらはクラブの方でお教えしております、まあ、しっかりと強いアゲイン、弱いアゲインというものを見極めてその強いアゲインの方を選択していくこれが勝率アップの肝となっておりますそれでは来週の予想に移りたいと思います 4月の20日から24日までの予想はこのようになりました、えー、先ほど強い上げン弱い上げンというお話もしたんですけれども上げ、えー、ンの中でも3分の3とかなり強い上げンがあったので、まあ、それに関してはドルカナドルと合入時ですね積極的にトレードの方をしております、まあ、インセンの方が先週、えー、あまりいいエントリーと 勝率は出せなかったのでちょっと今週はリスクでもありますけど月間通してプラスにするためにえ残り4月っていうのは2週しかないわけですからまあその2週間のうちにどこまで資産を増やせるかというようなところがキーワードとなっております、まあ、なのでここはまあリスク確保でかなりエントリーの方はしていくというような形ですそれでは続きまして要選の予想です 要線の方は、えー、ちょっと順調には行ってたんですけれどあまりまあサインであったりとか原因であったりとかで、まあ、陰線ほどのパフォーマンスがなかったので、まあ、陰線の方でトレードする分、えー、まあドル円とかユーロ円この辺りは陰線の方がなかなかトレードがなかったのでここはまあ基軸として要線で。 相関関係を踏まえてトレードの方はしておりますけどまあそれ以外の時間帯で言えばまあ陰線中心にトレードをしていこうかなっていうような予想を立てておりますそれではワンポイントアドバイスです自分中心の世界を作れ、えー、トレードっていうのは一匹オカミ、すなわち一人でトレードをするものです なので、まあ、会社に属したりだとかな何かコミュニティでみんなでトレードしましょうねとかみんなで意見を出し合いましょうここはこうだよっていうふうに、まあ、お互いがお互いをアドバイスしたりっていうことは私はあまりおすすめはしませんというのも、えー、トレードの中で意見交換というのは、えー、不要です何か稼げてる人同士だとしてもそれは不要だと思います というのは、えー、自分はこの手法で勝てているのに他の人のアドバイスとかアイディアっていうものを聞いてそこに対して自分の考えというのがブレてしまう可能性があるからです、まあ、そこを踏まえる、えー、そこをねどうにかして避けるためにも人とはあまり、えー、近寄らないようにしましょう、まあ、バイナリーオプションっていうのはすなわち一人でやるトレ,、えー、トレードです投資です、まあ、このクラブで言えば まあクラブというかコミュニティという形をとってはおりますけれど誰かと誰か例えばねクラブ性同士でつながるというのを、えー、オンラインでは行っておりませんオフラインとかで何か勉強会であったりとか、えー、オフ会飲み会とか開いた時にお話をする分には別に構わないんですけれど何か人と人とで変にアドバイスをする素人同士でこういうふうに意見を言い合うというのは全くもって不要だと思います 正しいやり方正しいトレードの方法正しい資金の作り方正しい投資で稼ぐやり方というのは誰か一人例えばね、えー、私でもいいんですけど私から聞いてそのやり方だけを信じてやるということが重要です。 何かその会社であったり組織であったりコミュニティに属しているからといってあなたの価値というものは全く変わりません例えばまあアップルであったりグーグルであったりえマッキンゼーであったりまあ大企業に属しているからといってその大企業の株主ではない限りそこに働いているただの歯車ですからねそこに就職できたということでどれだけ嬉しかろうがそこの社員はすなわち歯車でしかないのでえしっかりとその会社の持ち主 株主といいうものには、えー、到底近づけないわけなわです。ただこの投資の世界トレードの世界で言えば常に自分主体自分中心の世界というものを作れる、えー、そんな素晴らしい世界だと思っておりますので、まあ、これからも何かトレードをする時というのは他かからアドバイス何か人と人とでアドバイスをし合うのではなく自分の信じた道を自分の信じている人の言うことだけを気にするようにしてください。 これからもこのように YouTube で情報発信をしていきますので、まあ何か他の YouTube、えー、YouTuber さんのバイナリートレーダーさんの意見とかはもちろんあるとは思うんですけど、私としてはただ期待値と統計学これを追っていくというトレードスタイルなので、まあ他とは全く違うと思います。なので他の YouTuber さんとかバイナリートレーダーから聞いた、まあロジックであったり手法というのは、私のやり方には全く当てはまりません。 私は私で自分中心の世界というものを作っております皆さんもぜひ真似してみてはいかがでしょうか